耳鼻咽喉科の中西です。この動画ではしゃっくりについてその原因や止め方を解説します。しゃっくりは医学的には喫逆と言います。日常会話で喫逆ってほとんど使われていないので、この動画ではしゃっくりと表現します。しゃっくり、大事な場面でしゃっくりが出て困ったというような経験は皆さんあるんじゃないかなと思います。この動画を見ていただくと、そんな時にちょっと役に立つかもしれません。あるいは誰かのしゃっくりを止めるお手伝いができるかもしれません。しゃっくりの原因というのは横隔膜、呼吸に関わる筋肉ですね。横隔膜をはじめとする呼吸に関わる筋肉が無意識に収縮してしまう一種のミオクローヌスというふうに考えられています。ミオクローヌスというのは分かりやすく言うと、筋肉が自分の意思とは無関係な運動を起こすことです。しゃっくりでは呼吸筋が自分の意思とは無関係な収縮をしてしまうんですね。急激な収縮をすると息を吸い込んでるんですね。その時に閉鎖した声門部に吸気がぶつかるとという特徴的な音を反復するというふうに考えられています。一時的なしゃっくりの場合、その原因は食事やアルコール、炭酸飲料による刺激であったり、飲み物による消化管周囲の温度変化だったりします。冷たいもの、熱いものを急に摂取したり、暴飲暴食、大きな声を出すなどが原因になり得ます。急激な興奮や感情的ストレスなども影響すると考えられています。持続性・難治性のしゃっくりでは、喉や、食道、胃のような消化管に問題があったり、中枢神経障害や薬物性、ストレス、心因性のもの、過去に受けた手術の影響などが関係するとされています。つまり、あまりにも長く続くしゃっくりについては全身的な原因がないか調べてみた方がいいということです。それではしゃっくりの止め方いきましょう。原因が分かっているものはまずその治療をするんですが、原因がよくわからないことも多いんですね。これをやったら必ず止まるというようなやり方はないんですが、医学的にこれは有効だろうと考えられているものについてご紹介します。これ実はたくさんあるんですけれども、まずお薬を使わないものからいきます。昔はびっくりさせたら止まるんじゃないかっていうようなこともよく子供の頃にやったかなと思うんですけど、しゃっくりを止める反射球に作用することを期待して行うやり方があります。反射球っていうのは反射が起こる時の神経の経路のことです。まず舌咽神経、咽頭歯への刺激法として、舌を舌ですね、舌をガーゼなどで持って強く引っ張るというようなやり方があります。あるいはスプーンで口蓋水、喉チンコのところですね、これをこう上に押し上げるやり方、氷水でうがいをするやり方、迷走神経への刺激法として外耳道を指で強く圧迫するというものもあります。いずれも数分間にわたってされている方がこれは不快だなと感じる程度の強さで行わないと効果が期待できないと考えられています。頑張らないといけないんですね。さらに迷走神経への刺激法としてバルサルバ法があります。息を大きく吸い込んでそのまま止める方法ですね。10秒ほどかけてゆっくりと限界まで息を吸い込みます。そして15秒程度止めて、しばらくしてからゆっくり吐き出します。これを繰り返すんですね。他には眼球をこう圧迫することも有効とされています。他に横隔神経の刺激を減らす方法として、前かがみで胸を圧迫する方法もあります。私耳鼻科医ですので顕微鏡で行う耳の手術も多いんですが、たまに手術中にしゃっくりが止まらない患者さんがいらっしゃるんですね。あまりにも揺れがひどくて患者さんがこうピクピクとしてると、顕微鏡のこう手術の操作が危険なので、麻酔科の先生に、先生このしゃっくり止めてもらえますかとお願いすることがあります。こんな状況の手術中のように医師が処置できる状況であれば、胃にチューブを入れてそこから胃の中の洗浄や、吸引を行うことでしゃっくりを積極的に止めに行くというようなこともできます。これでも必ず止まるわけではないんですけどね。薬物治療については、これを飲んだら必ずしゃっくりとか止まるというような特効薬はやはりありません。経験的に効きそうなもので、比較的副作用の少ないものが試されているというのが現状です。ドパミン作用薬のメトクロプラミド、プリンペパンというようなものや、漢方薬では芍薬甘草湯や御朱湯湯、指定湯、半夏写真湯などが用いられることがあります。しゃっくりも結構大変なんですね。全身状態を見て処方すべきものなので、どんなしゃっくりも適用があるというわけではありませんので、薬物療法については医師に相談していただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは耳鼻科関連、アンチエイジング、睡眠薬などに関連したお話をしています。よかったら他の動画も覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。